アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K-1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村稔が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。第8試合スーパーファイトアンダー 63.5 キロ契約ワンマッチを行います。青コーナー175センチ 63.4 キログラム日本ドゥルーが第6代クラッシュスーパーライト級王者篠原優斗。格闘技人生で本当に重要な一戦、チャンピオンになるより篠原優斗、そう語っています。赤コーナー172センチ 63.2 キログラム日本 K-1 ジム相模洋のクレスト初代 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者第2代 K-1 ワールドグランプリライト級王者卜部恭也。まだ終われない、また始まった。60戦目の卜部恭也。卜部兄弟、弟の光也172センチ、22歳175センチの篠原優斗。大阪出身篠原、視線は合わせません。第6代クラッシュスーパーライト級チャンピオンです。そのクラスは65キロ級。今回は 63.5 キロ契約。3ラウンド延長1ラウンドのスーパーファイトです。前回ゴンナパー戦以来の篠原優斗、そこではクラッシュ2階級制覇を狙っていました。対してこの K-1 で2階級を制覇している卜部。第1試合、あのサウスポースタイルが帰ってきました。赤いグローブ、卜部光也、じりじりとプレッシャーをかけるか、何から始まるか。右のローキック、もものあたりへ。関根さん、はい、この一戦、興味深いんじゃないですか。そうですね、もう卜部選手といえばね、はい、以前はもう無敵でしたからね。そうですね。そして自らのジムを立ち上げて、いろいろな面が見えてきたと。一からまた基礎を洗い直したという話も卜部光也あります。さあ、ここで詰めて左ミドルキック、強烈です。さあ、久松さん、雰囲気どうですか。いや、本当ちょっと背筋がピッて伸びるようなピリピリ感があるというか、緊張感がありますね。そうですね。さあ、正人さんはこの一戦、はい、まあこの局面、今もうどう見えていますか。卜部がどれくらい今日コンディションを作ってきてるかなっていうことですよね。そうですね。本当にチャンピオンになったぐらいのコンディションを作ってれば、もう本当に強いですし。はい、まあそれじゃなければね、今日は苦戦するかなとも思うし。ミドルいいですね。こういうスピードありますよね。やはりそうしたコンディション面というのは、これだけ今リング上1分20秒経っていますけれども、ただ体見るとやっぱりこう、ウェイルイに勝ったあたりの方がもっと絞れてましたよね。まあもともとキレッキレっていうタイプではないかもしれませんけれどもね。でもやっぱりこう絞れてる方がスピードキレが増すんで。パンチ打って離れます。青いグローブは篠原。関根さん、篠原に対してはまた期待するところ、未来を考えても多いと思います。そうですよ、篠原やっぱりね、もう高校生の時からね、はい、天才って言われてましたからね。ナイスパンチかぶせた。ちょっと篠原、荒野のスピードにまだ出てないですね。これちょっと心配です。篠原もっと距離うまく戦うんですけど、荒野がうまく距離潰して自分で距離で戦ってますよね。これキャリアですかね。右ストレート。でも今危なかったですね。一発当てればという打開の目もあるかもしれません。いや、返す返すも緊張感は半端ではありません、この戦い。ボディーストレート、赤いグローブ、卜部光也。右を返す篠原。ミドルキックにはローキック、篠原が返していきます。右のストレートへ。ちょっと篠原プレッシャー感じてると思いますね。そうですか。今もまだどうですか、余計な力が入っていたりはするんでしょうか、篠原。余計な力っていうわけじゃないですけど、まあ強いなと思ってると思いますね。小山右ストレート、篠原の右ストレートは警戒しないといけない。それが何度か捉えかけています。ストレート、今ボディ体の中心届けて相手を確認するかのよう。高野も膝でそうでした。第1ラウンド終了です。いや久松さん、変わらず雰囲気がちょっとステージアップしたような緊張感ですね。そうですね、やっぱ高野選手のこう言い組まされた目、忍耐のを見て、すごいやっぱり戻ってきたんだなって感じですね。ですね、同感です。雅人さんに伺いましょう。はい、本当にヒリヒリするような攻防でしたが、でもうまく小屋がプレッシャーかけて、この1ラウンド取ったかなっていう感じしますね。今篠原の右ストレート、あれ気をつけないと、これ危ないですよね、これ、今の一発危なかったですね、今、ちょっと拳の剣の部分こそ、それたような気がしますね、ちょっと胸の鎖骨あたりだったと思います、今のタイミング、危ないタイミングです。関根さん、それは若さもあって22歳、どんどん戦いの中でもまだまだアジャストするんでしょうね。そうですね、やっぱり小谷選手はどっしりしてますね、ありますね、存在感自体ということになりそうです。さあ試合は第2ラウンド、右手を前に構えて赤いグローブ、グレードな位置に動かして探る浦部浩也、まさにこの K-1 の歴史を作り上げてきた一人です。2階級制ワーツー倒した今のはもう右のジャブから左がこのワンツーが速かったですよ。ワンで打ちました。ツーも軽く打ったんですけど、すごい速く打ったんですよね。見えなかったですよ。いやこれぞアンタッチャブルテクニシャンの究極。左のストレート倒れた。ダメージあるんじゃないですかね。ちょっとふらついてますよね。危ない状態。篠原大丈夫か。距離を取るか、それとも前に出て返すか。ワイキックでもブロックしています。ここも重心が強い。ストレート腹に届けて距離、これレーダーにして測るかのようです。荒野ミドルキック、いやこれは関根さん相手の嫌がるところでしょうね。ミドル強烈ですよね。詰めてくる詰めてくる。雅人さんは攻めて前にどんどん出ていいですか。浦部浩也はいいですね。篠原ももっと左の強いジャブを打っていかないと、こう下がらされて飲まれちゃってますよね。今なんかこうカウンターを狙って下がってるっていう感じじゃないんですよね。何がっていいか、なんか守るだけでっていう感じ。これも左のストレート交代した浩也、前に来たこの大阪がちょっと不安な状態。今度は浦部です。足元危ういか。雅人さんちょっとガードをまた高くしましたね。浦部浩也ちょっと効きますよね。いやまた久松さん一層スリリングになったんじゃないですか。そうですね。ミドルキック、これでまた自分の流れにしてくるか浦部。冷静さ、経験値、もちろん技術、全てで上を行きたいと。でも今はまっさらな状態、一からスタートというのが荒野です。篠原打って回る右のストレートロングレンジ、左ミドルキック、そこから右は刺すよ。ガードの隙間、ガードの間、左いいですね荒野の。そうですね、右からこれあれ打ってほしいと思いますよ。また左ストレート入ったら響きですよね。嫌がらせて、そして隙をついて画像を広げてという浦部です。お互い蹴りを放っていく。ここも速いパンチお互いあります。残り時間がまた少なくなってくる。さあ射程圏内に入れてきた。危険な間合い、篠原から出た。そして離れる。浦部近づく。また出てくる。ここから K-1 での道、新たな道開くかと。未来へ篠原、そしてここからと浦部。第2ラウンド終了です。緊張感のある試合ですね。そうですね。雅人さん攻防はいかがでしたか。本当にお互いも一瞬も気を抜けない戦いですよね。最初小屋の方が押してましたけど、篠原もちょっと盛り返しましたよね。そうですね。雅人田さんのお話にはやはりその右ストレートがあって、それから気持ちの面もあるんでしょうかね。うわー、このワンツーがワンだった。早かったです、あのワンツーが。うわー、強く打ったパンチじゃないですよね、もうスピードで打ったパンチですよね。関根さん、やっぱりすごいですね。2ヶ月間このワンツーしかやんなかったっていうね。はい、成果が出てますよね。そうですね。浜田隆トレーナーのもと、2月に自分のジムアロンザをオープンしました。そこではひたすら基本から練習したという裏で行為。さあ最終ラウンドです。この緊張感のまま 63.5 キロ契約 K-1 2階級制覇王者光也、赤いグローブです。さあ篠原、大阪出身、ここからワンツー、これもワンツーだ、いや使うという裏目ですが、篠原捉えた。とにかくレフェリーの裁定はダウンを奪い返した篠原です。正人さん、これポイントとしては、ああ左、まあでもまあタイミングで後ろ下がった時にっていう感じなんでしょうけど、その中でもフックも強い。浦部が下がりません。左ストレート、時には仲間強引に行くことも必要なんだと、どんなパーセンで知ったというのが篠原です。今強引に出るのか浦部、どちらが回して花丸のパワーありますからね。そうですね、ミドルキック、やはり初心に立ち返るか。突き放すような膝は篠原、22歳篠原、30歳の浦部光也、世代間対決でもあります。最高峰のテクニック対決、さまざまな面、ナイスボディ、ボディミドルキック、いいですね。膝で返す篠原。いや久松さん、またすごいですね、この戦い。本当に一瞬で決まっちゃうので、目離せないですね。局面局面、どう変わるか分かりません。それだけ引き出しをたくさん持っている。両者左、これでまたこうやボディ打ち、ちょっと顔が下がった篠原、気合を入れました。この左ミドル、いい捨て身の一撃が篠原、風を増やしてくる。篠原、浦部、ボディ効いてますからね。ボディは真っ赤。痛手を負っていることは確かです。前蹴り、突き刺してくる。顔面、お腹、真っ赤にして篠原優斗、そこに左、右だ、キック。ああ、しかしそのだ、浦部が K-1 のアンタッチャブル。このテクニック。そしてタイミング、見計らう。そしてのダメージもきっちりと測るかのようです。リング中央、篠原。またあれですよね。もうボディだけに散らしてるところがこうテクニシャンぶりを発揮してますよね。これが浦部光也。わあ、口を開いて腹が痛い。ボディ苦しい篠原優斗。それでも K-1 のこれから。担わなければいけない、山がさせないと、浦部が、あっと、詰める、ハイキック、まだあるぞ、時間がある、あと1秒、ここでタイムアップ、これは終わりました、なかなか浦部の壁は高かったですね、全くどこですね、すごいいいですね、2人ともですが、だからもいい選手ですけどね、やっぱこうやって強かったですね。ラジオ打ち崩さんと、関根さん、篠原もダウンを奪ったところは、これ、投手もテクニックも十分見せました。篠原も頑張りましたね、普通耐えられないですよね、あれだけの、はい、確かに3年連続 K-1 大阪出場、河内長野市出身、チャンピオンになるよりある意味大切と語った篠原。そして今リング中央、浦部光也という壁、判定結果をお知らせします。ジャッジ三浦28対26、赤浦部、まず浦部光也28対、ジャッジ岡田28対28、ドロー2人目、28対28、ジャッジ豊永27対27ドロー。ドロー。以上、判定1対0ということでドローエクストララウンドに突入します。さてさて岩里さん、ここからもう1ラウンドということですね。どうでしたね。ちょっとなんか高野の左目、右目、ちょっとなんか腫れてる、なんか腫れ方がちょっと気になりますね。そしているようです。反対ですね。清原のパンチは右、特に顔面を捉えていたというご指摘ありました。ああ、右目ちょっと腫れてますね。はい。右目の上も下も大出血。まあでもあれですよね。はい、清原はまあこの1ラウンドで卜部を超えるのと超えないのでは大きなこれからの違いですよね。この3分ですね。3分大きいですよね。マスト判定、すべての全勢力傾けてくるでしょうね。そうですね。ここはもう前半でペースつかまないと3分しかないですね。今までの最強は関係ないですね。そうですね。このラウンドだけでマスト判定です。ミドルキック。しかし正人さん、浦部のアドバンテージとしてはやはりボディへのダメージ。そうですね。ボディのミドルキック。はい。これはそう簡単には回復しないのではないかと予測されます。まああそこにもう一発いいと同じところに入ったら効きますよね。そうですよね。いやー、久松さん、どうこの雰囲気感じてるんですか。いやー、もう篠原選手も若いので、ちょっとだけでも回復してるのかなとは思いますね。若さの出せる技はどこまであるか、22歳、30歳、またここからと左のストレート、これもワンツーがワイヤーですね。ジャブで来る、ちょっと今まで出さなかった手立てを、直人さん、こういうところで。篠原もがむしゃらに勝ちに行った方がいいですよね。それしかないでしょうか。やっぱりこう、うまいですからね、これはこうテクニックでいくと、なかなか難しいですよね。そうですね。でももっとがむしゃらに前に出て、ジャブというか、左のミドルキック、セカンドにはお兄さんの廣高選手がついていますが、その廣高選手、試合の分まで。戦略を練るということも知らなくなる浦部公也。篠原も右セーブ狙ってますけどね。そうですか。右セーブ狙ってます。一発に投げてます。肉切らせて骨立つことができるか。ミドルを食らってもその体はもうとうに悲鳴を上げているはずです。青いグローブ篠原優斗。これ公也は蹴るような形、足と下と上下に一度出ていいんですよ。ローキックはちょっと少ないんですけど、ローキックを混ぜていくと、もっとこう、篠原、迷いますよね、どうしようってなるんですよね。確かに首が、うわー、飛び込みざまの右、左ミドルキックが中心となっています、浦部。このペースだと浦部にやられちゃいますよ。今、そうですね、これ、雲の隅、絡め取るかのような、もう右でコントロールしましたね。完全にリードジャブから、こうして、ほぼ対角線、左のミドルキック。頭を動かして篠原、左アッパー、右ストレートでも当たらない。もちろん小山も右にやってることは分かっていると思いますからね。なんといってもアンタッチャブルの意味を取ります。触らせない、動かせない、それでも打ち崩そうという篠原。右ストレート届くか。腕も効いてきた。篠原腕痛いですよ。腕上がった、苦しくなった。顔面も赤い面積が広がっています。左目の周り。右腕、左ミドルで転がりました。そうですね。もうまったりまた変色しています。そうなると右ストレートの力がなくなりますから。最後の望み。放つことはできなかった篠原。いやー、うまいなと思ったと思いますよ。そうですが、戦って今それを体感。挑戦4ラウンドでした。関根さんどうでしたか。やっぱり浦部選手うまいですよね。やっぱ3ラウンドがボディで、篠原選手がもうこのエクストララウンドで戦うこのなんか記録が残ってなかったですよね。今の一発の腕をね、腕が痛かったんですよ。まああれで心が折れますよね。こなるとボディだけではなく、もうそのムエタイ選手のように、もうボディ入れられるのが嫌だから腕でブロックする、そしたら腕も壊された。判定結果をお知らせします。ジャッジ岡田10対9赤浦部、10対9浦部公也。ジャッジ豊永10対9赤浦部、ジャッジ10対9赤浦部。以上、判定3対0をもちまして、勝者赤浦部の浦部公也。帰ってきたアンタッチャブル K-1 ワールドグランプリ2階級制覇王者 63.5 キロで大阪で復活を果たしています。これ見てる人分からないかもしれないけど、僕のあのミドルキックであそこに腕を打ったことあるんですよ。だからそれくらいミドルキックで腕の細い骨って折れたりするんですよ。これ本当に似てるなというところは雅子さんには本当に何度も伺っているんですけれども、もう腕上がらなくなりましたね、実際。また浦部が復活しましたね。ということですね、関根さん。篠原を破ったわけですからね。最初に来なかった、まあ、篠原、そして浦部公也は2連敗からの復活で、立場の違いなどもありましたけれども、さあ松さん、これ今はどんな思いが残りましたか？いやでも篠原選手もこのいい経験、甲斐選手と戦ったことによって、また強くなるんじゃないかなと思ってますね、楽しみにしてます。またそうですよね、はい、この大阪の地で意を決した篠原優と、いやチャレンジではなく篠原選手が自分がチャレンジャーなんだなんていうふうに関根さん、はい、公也は話していたんですよね。ああそうですか、やっぱりゼロからの気持ちで、はい、やっぱりチームを立ち上げて、やはりこの人を教えるっていうのはいいですね。広い声です。1年2ヶ月ぶりに帰ってきました、そして今回の勝利で、自分自身のキャリアで50勝目になります、ここまで本当に支えていただいた皆さんに本当に感謝です。でそして今、2月からジムをオープンしまして、祐天寺で、そこの会員さんも今日応援来てくれてます。本当にありがとうございます。まだまだ、自分自身子供もできて、でジムも、やって、いろいろ背負うもあるんですけど、でも背負うっていうよりはなんか本当に力になってて、皆さんに本当に力をもらってます、あと何戦っていうよりも65キロでちょっとベルトを狙いたいと思ってるんで、3階級目指します。応援してます。ありがとうございました。65キロという発言が雅子さんありましたから、また新たな道見つけた。そうですね、やっぱ目標がないと、やっぱ強くならないですよね。これは大きいでしょうね。さまざまな要素が力になっています。そして本人の口からもありました、これでプロキャリア60戦50勝です、浦部公也。